末子の決断が好転の兆しになり、爛漫。田邊教授の志は万太郎に受け継がれました。これまで万太郎が目指していたのは、自分が新種の植物を見つけて、自分が名前をつけて、自分で植物図鑑を作ること。しかし、田邊教授が思い描いていた、日本の植物は日本人が名前をつけて、世界と肩を並べるくらい植物学を発展させること。万太郎の道の先は、さらに大きく壮大なものになっていきそうです。そして、万太郎を支える末子も、次の段階に踏み込んでいくようです。第103話のお話は、末子は、叔母の三重に、金銭的な相談のため、新橋の料亭、三郷を訪れる。高藤との結婚を破談にしたことで、怒っているように見えた三重だが、実はずっと末子の安否を気にかけていた。三重はお金を貸す条件として、末子に料亭での仲居の仕事を提案する。そこで末子は店で働き始めることに。その日、得意客である岩崎弥之助が訪れることになった。第103話はこのようなお話になるようです。万太郎が研究のために作った借金は総額500円にもなっているようで、物価指数や商品価値で一概には言えませんが、ドラマのお話は明治24年くらいでしょうか。1円は現在の2万円くらいになるそうですので、500円は約1000万円かそれ以上の価値になるようです。それに利息もどんどん増えていくので、末子は怖いでしょうが、叔母の三重に泣きつくということのようです。子供が3人いて、今の万太郎では、すぐには大きな収入が見込めない以上、背に腹は変えられないのですね。しかし、この末子の決断が、後々、いいきっかけを生むことになりそうです。第102話では、田邊教授の訃報に驚く万太郎たち。信じられないことが起きると、理解するのに時間がかかります。まさか、あの UC が死ぬなんて。藤丸も新聞記事を見て、愕然としていました。大学が教授、殺したようなもんじゃない。これ、本当に事故？教授は、大学から正式に面会の通達を受けて間もない。藤丸には彼が、自分で死を選んだように思えました。しかし万太郎には、そう思えない。そうでないと信じたい。新種の発表をし、植物の研究もこれからという時に、こんなことになるとは。わしらだけは失中。田邊教授は、そんなお方じゃない。やはり、万太郎にとって田邊教授は、永遠に尊敬の対象。尊敬していた人を突然失い、皆、光が遮られたような気持ちかも。悲しい気持ちや悔しさもあるでしょう。しかし、とにかく今は静かに状況を見守るしかない。田邊教授は万太郎にとって恩師であり、怖い存在でもありました。互いに植物学に志を持っていたものの、対立したまま、彼は天に行ってしまった。万太郎はとても複雑な思いだったかもしれません。夏も終わりを迎える頃、里子が長屋を訪れました。
末子は千歳と一緒に洗濯をしていましたね。大きくなって家事を手伝ってくれています。弟の桃木は少し甘えん坊のよう。末子はそれぞれの成長に幸せを感じていました。田辺教授が亡くなってしばらくは騒ぎで外に出られなかった里子。いつか彼が新聞小説のモデルになった時も、家の外は野じ馬でいっぱいでした。葬儀を身内だけで行ったのも、そういうわけがあったのでしょう。里子は悲しむ間もなく、様々な心労で大変だったと思います。田辺教授は何か感じるものがあったのか、彼女にことづてを託していました。牧野に会うことがあったら、私の蔵書は牧野に譲る。末子と仲のいい里子なら、本を渡すことができる。もう彼は万太郎に会うことはないと思っていたのかも。私の植物学は終わった。この先はミスター牧野に。田辺教授は万太郎に志を託すつもりでした。彼は万太郎の才能に脅威を感じていたが、植物への理解の深さを認めてもいた。また万太郎と志が同じということも感じていたかもしれません。しかし彼は研究者としてではなく、一人の人間として生きたかったのかも。多忙な毎日で見失っていた家族の温かさを改めて感じたかったのでしょう。気ままに旅に出たり、好きなことに打ち込む。政治や仕事、学内での争いで、彼には自由な時間がなかった。旦那様ね、生きようとされていたんですよ。里子の言葉通り、彼はきっと幸せだったのでしょう。彼女はもうすぐ三児の母になり、力強く生きていくようです。田辺教授に嫁いでばかりの頃は不安を感じていた。末子との出会いをきっかけに、里子は変わっていきました。これからも末子と彼女の友情は続いていきそう。いつか雷おこしを食べに浅草に行けるといいですね。田辺教授に認められていたことを知り、万太郎は心が決まりました。閉鎖的な考えの大学では植物学を広めるのは難しい。彼は今、田辺教授の意志を継ぐことができるのは自分しかいないと思った。植物学を広めるため、様々な人と関わり、植物の素晴らしさを伝える。彼のもとに届く多くの手紙や標本。その数だけ植物に興味を持つ人がいるということ。日本に植物学を根付かせるには、まず種をまかなくては。彼のところには今、全国の多くの学校から依頼が来ています。万太郎は考えた末、末子にお願いすることに。兵庫の先生方が学校の授業で採集旅行の集いをやりたい言うて誘ってくださったがじゃ。彼の話をすぐ理解した末子。それは行かなきゃ。でもどうせ回るんだったら他のところもいろいろ回りたいですよね。彼女は覚悟を決めていました。何があっても共に植物の道を歩くと。植物の道を支え続ける末子ですが、一人では限界があります。借金取りに追加で融資をしてもらい、質屋に大事な発見伝を売り、それでも家計は
ギリギリの状況です。いつも何も言わずに賛成してくれる彼女の苦労を万太郎は分かっているのか。さすがに今回は万太郎に厳しい家計の現状を伝えました。彼女一人の力ではどうしようもないところまで家計は厳しさを増しています。末子はついに叔母の三重に頼るつもりでした。万太郎の植物の道を支えるにはもうその道しかない。彼女が高藤との縁談を断ったことで三重には会いづらかったでしょう。彼女に高藤との縁談を勧めたのは三重です。万太郎を選んで怒っていると思います。末子にとっては覚悟がいる行動でしょう。どうせなら日本中からじゃんじゃん呼んでもらって、万太郎さんが有名になったら図鑑を出してくれる版元が見つかるんじゃないでしょうかね。明るく励ます彼女はとてもけなげな妻。三重はそんな末子に何を言うのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。